くりしたまたカメラマンいつものやつに頼んでおりますスタウルなんでやねん、本日は仙台なんですけどね、仙台と言ったらかける的にはこのバンドです、クワドリックの皆さんです。はいどうもクワドリックです。いえ、一人目がにぎやかでお前元気ねえな映ってるみんなちゃんと大丈夫、大丈夫です。はい、じゃあ一人ずつまず自己紹介、行ってみましょう、どうぞ。はい、ドラムの今日なんかいろいろ喋ってた陽介です、よろしくお願いします。じゃあそんな陽介さん、好きな食べ物を5つ言ってください。そうじゃん魚焼いたやつとかあとあとなんだポテトチップスも好きだし、あとイカ塩辛、イカ塩辛おっさんかい、おっさんですね。まあそんなところです。3つだけだっけあと2つあと2つ、あ、ほや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 に、あの、なんだろう、蒸したやつ、蒸したやつ、あと今からね、柿が美味しいんですよ。あ、柿うまいね、この季節そんな感じで、じゃあお次、今日トラブったベースの酒井です。お、じゃあ、好きな女性のタイプ5つ。5つ5つあります。いや、まあ、まず背こんくらいで、こういう感じで、こういう感じでなんか、こんな感じで5つぐらい言った感じです。はい、です。最終的に土偶みたいな形だったら大丈夫ですか。お前が突っ込み、カメラマンが突っ込み出してもうちょっとこうシュッとシュッと、土偶よりもちょっと細い感じ。そうです。笑い方。はい、じゃあお次行ってみましょう。はい、ボーカルやってます、シュンです。トラブった時の長い MC が大嫌いです。あ、じゃあそんなしゅんさん、好きな、そうだな、好きな飲み物を午後言ってみよう。飲み物、オレンジジュース、パイナップルジュース、リンゴジュ、リンゴジュース、みかんジュース、メロンジュース。おお、もうちゃんスラスラ言えましたねMC もそれぐらいスラスラトラブった時にテンパらずにみたいなはい、じゃあ次、オチ行ってみよう。オチですか。はい、オチかー、ギターのそうです。普通じゃねえ誰よりも普通じゃねえ。いや、仙台ということでね、仙台に実は澤穂希選手って人いるんですよ。おお、サッカーので、俺この間あのコープ行ったんですよ。おう、そしたらいたんですよ。本人が、本人がおいて、あ、俺もそうですっつって、ただそれだけです。これキラーパスでね、の質問をする前に喋ります。どっかの綾香と一緒だな。でも、え、サッカー選手だったんですか。あ、そうなんですよ。サッカー選手で。え、どんな会話？え、何の会話？誰が？サッカー選手だった。え、コープってチーム、チーム名。サッカー選手じゃないか。コープってサッカーチームですよね。目は黙ってろ。そんなカードリックさんですが、ちょっと今ね、下上からね、なんかあのオカマが降りてきてるんだけどね。あ、消えやがった。ちょっとパンチラできるかと思って。あら、あら。あ、まあ、そんなクアドリックさんですが、スカルトバルスともちょこちょこ仙台でご一緒させていただいてね、ありがとうございます、本当に。おめでとうございます。挨拶の言葉はね、いつもあれですよね。言っていいんですか。ダメですアップした瞬間に削除されたら嘘できなくなっちゃう。そうそうそう、そしたら俺が社長に怒られる。ここだけの秘密っていう。そう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 、大丈夫です、大人なんで。危ない、大きな大人ですからね、うん。じゃあそんなクワドリックさん、告知行ってみましょう。じゃあしゅんちゃん。はい、クワドリックはですね、今月2週間後にまたここスペースドームでパステルさん主催のハロウィンイベントがに参加することが決まっています。あ、もしかしたらその2週間以内に上がるかどうかがわからないから、一応日にちを言っといてください。あ、そうですね、うん、10月26日の木曜日ですね、またここでライブあるんで、その日しかできないやっぱコスプレとか今考えてる最中なんで、ぜひぜひ楽しみに、大丈夫か、大丈夫か、楽しみにしてほしいんだよ。そう、
じゃあそのライブに対する意気込みを噛まずに行ってみよう。スラスラ行ってみよう。ライブに対する、うん、すごい、意気込み、僕たちカートリング、こんな仙台バンドだけれどもハロウィンイベントが頑張っちゃうんだな。みんな来てほしいんだな。山下清志ばっかり連れし下手くそだよ。坂井さん申し訳ございません。まあ、こんな愉快な仲間が仙台にいるということで、心強いと思います。よし、次からもっといじろう。どうぞよろしく。お俺のおもちゃがもう一つ増えたかもしれない。どうぞ。好きに壊れるまでです。そんな感じで、クラウドリックスターウェーブもろともよろしくお願いします。